お宅の家宝ってのは何かあります？北川村の絵巻物。壺があんの？そんなもんあったらこんな貧乏暮らししてないよ。まあうちの4年ぐらいちゃうか。東京の高級住宅街成城、どのうちにも値打ち物がありそう。てんで名物道具屋の中島さんと突撃取材を試みた佐古リポーターですが、わあ、ここはなんかすごい家の作りが見せていただけないかなと思って。はい、顔は寝てますけど今。いや、ですか、もう男性の別に。その家宝じゃなくてですね、家の宝というか。ねえ、冗談ですからかわれております。大きいですね。ちょっと今来客がございますので失礼させていただきます。家宝は今あり、あ、すいません、ダメだダメだ。さすがにガードが硬い。これいいとこないですね。ちょっとこのまま行ってみましょうか。あれは勝手に入っちゃいましたよ。いいのかな。それにしても手入れの行き届いた庭に見事な木々、よいしょありそうなお宅です。あ、まだ骨は。あ、すいません。あ、どうも初めまして。こちらのお宅の方ですか？大してそんなの写真を写しになるようなものないんでありますよ。今あれですか、こちらにはお住まいになられているのは、こちら長男の夫婦がこちら、次男の夫婦がそこに住んでるんです。はいはい。ここ人品骨柄癒やしからの老婦人、尊女そこらの二世帯住宅とはわけが違う。あ、パートさんいないの？あらあらあら、あれサコダンスじゃん。玄関の。うわあ。あ、これはちょっとごめんなさい。ちょっと。いやいやいや、すごいやな。中島さん急にも。サドの沖ダンスだ。中島さんもう説明なんか聞いていない。商売根性を丸出して寝踏みしちゃう。これはいいダンスだよ。これ高いです。うん、250万円ですよ。250万円ですよ。今250万。母は着物入れてるんだと思いますね。私はもう全然。部屋に入るとき邪魔だなって思うくらい。見たい、見せたい、うちの家宝。では一般庶民の家宝とは。お邪魔してもいいですか？お邪魔していいですか？マンション中に呼びかけたら気楽に応じてくださったのがこのご夫婦。はい。あ、こちらですか？あ、これが。はい。お、靴ですか？また随分おぼろいと言っちゃなんですが。でもこれがなぜ宝物という、その。競技ダンスをやってて、その時の靴でハードな練習した時も、試合にね、勝った時もね、負けた時もずっとこの靴と一緒で、ご一緒に練習をして、ご夫婦ですよね。いやいや、まあそれが縁でとか言ってたやん。あれ？あ、それが縁で、学生時代のクラブ活動が縁で、お二人はこの5月にめでたく結ばれました。鈴木夫妻がやっていた競技ダンスとは、社交ダンスに競技性を加えたもの。優雅なダンスからは想像もつかないほど運動量の激しい体育会系の競技なのです。目を開けて笑わなきゃいけないって結構難しいんですよね。細くなっちゃうでしょ、ね、だからこう鏡見ながら、で、そうですね、上向いてこうですね、こういう辛い体の動きを悟られないための笑顔とはなるほどハード。3年生と4年生、はい、一つ先輩でして、先輩だったんですね。怖い先輩だったんです。怖かったんですか？怖かったんです。今でも怖いですけど。バレンタインデーの時に彼女がケーキ作ってきてくれてですね、でそれからなんか、そうなんですか？そうやろ。いや、そうだったかな。いや、そうだって。それは
これはね、私のちょっとね、先が取れちゃってるんですけどね、年代物なんですけど、これは私と一緒じゃなかったんですけどね。折ったでしょ。いや、折ってないですって、本当に。折ってないです。何かあった時には腹いせにガンと。いや、そんなんね。バレたらないじゃないですか。正直に言う。いや、本当にね。ダンスシューズは知っています。2人が流した汗も涙も。2人はペアで出場した全8回の競技会のうち、優勝7回、準優勝1回という見事な成績を残しています。ダンスシューズは思い出させてくれるでしょう。苦しい時は辛くても乗り越えたあのレッスンの日々を、悲しい時は2人で力を合わせて勝ち取ったあの栄光の涙と、2人にとって家宝とはまさに心の宝物。活力あふれる大阪は陽気な見せたがり、目立ちたがり屋のよく似合う街。この街に自慢の家宝を持つ家があると聞いて、早速訪ねてみました。うわ、長いんですね。最初は30年を使いましてね。はあ、これもともと仕切られてたものを壁を抜いちゃったものなんですか。さして立派には見えないこのお宅の家宝とは。うわ、本当だ、すごいわ。これは奈良の元号寺だったものです。これも上巻で平安の一番最初のものです。これこれ毘沙門天です。これがこれは不動明と金柄と青鷹いましてね、不動明の眷属です。なんとこの家、所狭しと仏像が並ぶ。それ以外は殺風景ですもんね。テレビがここにあって、それで電話がここにあって、そうあと何もないですもんね。何もない。で、ご主人はいつもどこに座ってるんです。ここに座ってるわけ。夜やったらもうここらでね、この仏像みたいになんかやってるんです。これが私この家宝の大仏なんです。あー、すごい家宝だね、これは。これ上禄見ましてね、昔の尺で8尺、約3メートルぐらいの仏像です。3メーターですか、はい、何体ぐらいあるんですか。そうやね、100体はもっとあると思いますわ。100体、はい、で、それにかかったお金ってのは、まあ、それかなりかかってますね。何億。それはもう十分かかってます。10億ぐらいかかってるんですか。かかってますね、それは。どう思ってるんですか、家族の方は。いや、もう諦めてます。諦めてる。うん。で、皆さん何も言わないんですか。うん、誰も言わないですね。うん。でも本当はどうです。なんか偉いものを買うてきてしまってと。本当はそれはね。本当は何です。もっと買うもんがあるんじゃないかなと思いますけどね。例えばどういったもの。まあ、家きれいにするとか。お父さん、娘さんそう言ってるけど。よそ言ったね、よその家はきれいしてんですよね。きれいな、でもちょっと家は汚いわ。それがもういつもこう話題になってんですよ。なんでこちらがきれいにしたいんです。それはもう、あんなもん買うもんやから、金がなくなった時の手が回らない。テレビが昔の古いやつつけとるもんやからね。衛星放送も見たいとか言おるけど、そんなもん一切ないもんやから、うちは。ご主人、すごいですね、この。いやいや、ちょっとこちら、すごいな。見てください、ほら。いや、みんなダイヤがちりばめて、指輪も時計も。わら、もう、下手も趣味です。これ、もう、はめない方がいいんですわ。これと、これとかどうもこう、不釣り合いな感じがしますけどね。そうですね、大体言ったらね。仏像だらけのこの家で、ひときわ目を引く大大仏。由緒書きによれば、鎌倉時代の作とか。そこで気になるのは、ご主人の信心のほど、そしてそのご利益。やっぱりこういったものをお集めになってるってのは、まあ、信心深いんですよ、やっぱり。いや、信心は、まあ、あんまりしないんですけども。しないんですか。うん、しないうちに、まあ、そのちょこちょこと拝むのはもうしない方がいいんじゃないかと思ってね、うん、してないんです。よっ、はい、信心深いのかと思ってましたけど、いや、そうそう、思ってないんです。そんなことないんですか。いや、信心深いお方やったら、そのたくさん集めると一つだけ拝むと思います。こんなに集めません。仏像やっぱ人は信仰して無信心とは言っても、毎日大仏様のお顔を掃除していたら、何かいいことの一つや二つはあるんじゃないでしょうか。
ちょっと見せてくださいよ、そのメガネ取って。いや、とってもね、なかなか仏様みたいな神々しい、やっぱり人間のゲスな神々しい。ちょっとこうやってご主人、これ言ってください。なんとなくこう、こうやって見ると。仏様みたいになれたらありがたいんやけどね、やっぱり慣れるんですね。このような、目は仏様のような感じですよ。ありがとう。それは見てくれるのは嬉しいけど、それは無理ですわ。ところ変わってこちら東京、自分の家の不要品を持ち寄っては売り買いするフリーマーケットは、いわば庶民のお宝交換所。すいません、全然ほら、モモの凡庸でね。これ何ですか、フォルクスワーゲン。ワーゲン売ってます。え、これの他にベンツじゃなくてワーゲンが欲しくなって、元気にしたいんですよ、これって。もっと欲しいものがある。どうでしょう、売れます？ぼちぼちですね。ぼちぼち。お父さんのあのうちはカホだったら、竿がもうバスバス売れたんですよ。これ おじいちゃんのそれこそ形見なんですけど、竹竿。うわ、ほとんどそれで何十万ここで儲かったんですよ。おじいちゃんの家宝というか一番大切になさった竿っていうの見せていただけないですか。今これから、これから、おじいちゃんの大切な竿、うちで、おうちで、おうちで、お邪魔していい？お邪魔、お邪魔する、お邪魔します。で早速お邪魔。相当これは道楽したね。ねえ、これがやっぱり一番目につきますね。中島さんなんか急に目がかかりてきましたよ。ほら、そのなんだか商売になるかならないかだ。これはね、盗作だわ、盗作。盗作？はい、これがね、サオでは一番高いんですよ。和竿の名品、盗作竿は釣り好きなら誰でも知っている高級品。もう今まで何本ぐらい売っちゃった？20本ぐらいですかね。20本。うん、20本じゃ効かないじゃないですか。20本じゃ効かないよ、最初から合わせれば。私最初10本持ってってパーでしょ、先月が20本持ってってパーでしょ。20本で今日、先月13本ぐらいだから。毎月ですよ。毎月いや、持ってこい持ってこいって最初がお客さんの方から。もう分かる人が見て最初が大失敗だよね。そんなの知らないで、いいやつ2000円で出しちゃったの。うわ、そしてうちから買ってった人がよそのリサイクルで高く売ってんの。失敗だとかって、それでうち帰ってきて、ほら、おばちゃんとかみんなに、おじいちゃんの大事なものを2000円で売りやがってって怒られて。怒られちゃったよ。まったく作品もある感じ。おじいさんの家宝を売りに出しちゃって、おじいちゃんすいませんみたいな。ちゃっかり嫁におじいちゃんも苦笑いかな。いやー、おじいちゃんはね、わかんなくて泣いてるよな。いやでも明るくてああいうもんかもしれませんよ。いや、俺の釣り竿なんてことしてくれんだって。だってね、お孫さんにしたらね、場所塞いじゃうし、おじいちゃんには大事かもしれないけどっていう気持ちになっちゃう。そうな、あの孫たちには何の価値もないのかもしれない。ないですもん。一方であのダンスシューズ、はいはい、あれは他の人にとっちゃ何でもないけども、ご本人にとってはもう大事な思い出。思い出がね、ずっと詰まっててね。あ、森本さん、家宝って森本家のあるんですか？いや、僕のとこにはね、残念ながらね、家宝と名の付くようなものは何も。思い出の品はあんまりないんだよな。君とかどうだ？ないです。ないか。伸びませんね、話が。まあ、今日はね、いろいろな人たちのいろいろな家宝が出てきますからね、はい。まあ、この家宝を見てみると、それぞれの生きてき方、そして家族のありようも見えると思います。金ですか、これ？金、本物ですか？本物です。本物。庶民にとって一番分かりやすいお宝、金。でも分かりやすいだけでちっとも身近じゃないところが悲しいね。結構重いですね、はい、これが1枚140万、はい、さあ触れてみてもいいですか？いいですよ。あ、すごい。これが金の魔力でしょうか？いや、これ持ってます？いや、持ってます。私もそんなに給料もらってませんから。そうですか。ありがとうございました。庶民にとって金塊は所詮絵に描いた餅。ところがこの会社には粘土遊びよろしく、金に直接触れる純金粘土なるものがあるのだとか。さて、純金粘土とは？この会社のエリア内は厳戒態勢が敷かれていました。
職員も ID カードを各チェックポイントごとに差し込まなければ先には進めないという念の入れから、なんたってここは金を扱う工場。